こんばんは、タカラトクトです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。さあ、本日も仮想通貨の動画を撮っていくんですけれども、ビットコイン上がってきております。おめでとうございます。大きな要因というのはね、まだちょっと、見つけられないんですけれども、ざっくり言うと調整の時期が終わったかなというところですね。今1時間足で見てるんですけれども、最高値を、つけたのがですね、2月22日の、最高値、5万8000ドルになるわけなんですけれども、その水準まで、近づいてきていますね。はい。で、その中でですね、この下降線をたどってきて、調整をたどってきて、今上昇、ね、フラグの中に入ってきているわけなんですけれども、僕も前この5万ドルのあたりを一度、レンジ調整した後に、どちらかへというふうには伝えたんですけれども、やっぱ分かんないですよね、これね。どうしても分かんないですよ。もう正直またここね、こちらですね、いい感じでその5万2000ドル近くまで、一度跳ねて、いわゆる半値戻しですね。半値戻しした後にさらに前年戻しがありますから、そういったところも含めて考えてみたんですけども、下値が切り上がってきていて、で戻り高値を超えてきた、このあたりですね。戻り高値を超えてきたこの日ですね、3月9日の午前11時あたりから相場が変わってきたような感じがしますね。ファンダ的な要素っていうのは正直僕もいろいろと調べてみたんですけれども、いろいろありますね。ビットコイン600万復帰も厳しい値動き、デフィ関連に、強い関心ということで、かなり盛り上がっているデフィもありますけれども、正直ね、ファンダってテクニカルより強いと言われていますので、このあたりはね、しっかりと皆さんで情報をね、取っていただきたいということと、あと今ビットコインが上昇を始めております。で、今現在ですね、今僕が感じるところで言うと、ビットコインとイーサリアムの2大巨頭で動いている節もあります。もちろんライトコインもね、見逃せないんですけれども、その中でですね、チャートの形状としては、全体的にね、そのグリーン、レッド、いろいろありますけれども、同じような動きをたどっております。これもビットコインがですね、上昇を続けた後にですね、その後の状況によっては、これからアルトコインが熱くなってくるので、アルトコインを仕込む方はこれからですね、どの銘柄に仕込んだらいいのかっていうのは、ちょっと僕の方では言わない方がいいと思いますので、今現在の相場の形をちょっとお伝えしていきたいなと思っております。これからですね、6万ドルにチャレンジしていきたいという相場の、現れではあるんですけれども、まずですね、この転換点をちょっと今僕探ってみたんですけれども、やっぱりね、仮想通貨市場難しいですな。はい。で、今1時間足で見てるんですけど、一回4時間足大きい視点で見てみたいと思います。はい。こちら4時間足で見てみたんですけれども、調整1,2,3,4、大体数えて5波ですかね。大体奇数で数えられるんですけれども、調整5波、3波5波あった後に、でその後に、上昇が始まりました。この辺りもですね、なんて言いますか、例えば W とか M とかね、そういった形を探せということもね、教科書的にはあるんですけれども、この、レンジ、こちらのレンジとこちらのレンジを下抜けて下抜けて、でそれから、スラスト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 アップしていって、またレンジからのスラストというところも非常に力強いんですよね。ここまではね、多分いろんな投資家さん、あとはね、この陰線、下のね、下ひげを見て分かる通り、ざっくり刈られた跡があるわけですよね。
ですので、まあ、そのあたりも含めてやっとここで正常化されたと浄化されたというところで、非常にクリーンなトレードができているのかなという感じがしますね。はい、でその中で調整5波が終わった後に、まあ登ってきて、ね、登ってきてまた調整は入るんですけれども、やっぱりサポートすごく強いですね。この下ひげ目見ていただいて分かるように強いですね。強くてで下を 1,2,3 試してます。そこから上に行ってますので、もうこれは本当にその、まあ、上昇トレンドの回帰というか、そういったところのトレンドの転換として見ていいのかなと思いますね。非常にそのトレンドの転換って、まあ、急激な崩落っていうのはもちろんその崩落は早いんですよね。早いんですけれども、その上昇するため の, そのトレンド転換っていうのは非常に時間がかかるんですよね。で5万ドルのところも心配だったんですけれども、まあ本当にここを守って上にね上がってきているというところですね。はい、で今現在ですね、高値が、5万6000ドルということで、さあここからがね、ビットコインのさあ力の試しどころというところですけどね、皆さんはどうお考えでしょうか。まあ上昇フラッグ、ね、今トレンドの中で言うと上昇の、中ですね、ここで、最高値で、ね、ショートかけるというよりは、まあ、トレンドにしっかりと従うというところが非常に大事かなと思いますね。これ4時間足です。もう僕4時間足と1日足はもうほぼ同じぐらいで捉えてるんですけど、まあまあこれちょっと語弊があるんですけれども、ね、それぞれ人それぞれの考え方があるんですけれども、4時間足での強さを、今見ながら、お伝えしてるんですけれども、まあ今は上昇トレンドの中ですね、下値の切り上がりと、そして上値の切り上がり、そしてですね、まあダイバージェンス的なものも見られないところから、一度またビットコインもう一度挑戦を続けていくっていう可能性もありますね。スラスとスラスとスラスとアップを続けて、まあもちろんこういった調整もね必要なんですよ。調整は必要です。上がり続ける相場っていうのは逆に危ないので、逆に調整してほしいぐらいですね。もう一回調整を挟んで、4日後ぐらいに今日が、10日ですので、まあ、まあ12時ですね、一回週末あたりですね、に調整をして、来週あたりぐらいに一回6万ドルを超えてもいいのかなっていう感じですかね。まあ、それぐらい慎重にした方がいいですね。はい、で全体的な相場の流れで見るとですね、ビットコイン、正直言うとそこまで、これまでの流れから言うとそんなに動いてないじゃんっていうふうにね言われちゃうんですね。まあ、この辺り一番熱かったですよね、実はね。熱かったですよね。で今もまあ形的に言うとすごく同じような流れを組んでますよね。確かに6万ドル到達せずにタッチしそうで、一気にね崩落かと思えたんですけれども、そうでもないということでね、1日で足で見るとスラストで上がってきていますので、うん、これはまだ期待はやっぱりできるかなという感じですね。逆にビットコインがその1回ね落ちたとしてもですね、その後ビットコインの急騰の後に、アルトコインが上がってきますので、もうすでにもうアルトに仕込んでいる方も多分大勢いらっしゃるのかなっていう感じですね。はい、そうですね、もう上昇トレンドの典型的な形と言ってしまうとなんか偉そうですけれども、はいね、ボラティティもそうですね、やはりこの下落トレンドでもだんだんねボラティリーがすぼんできて上に上がっていくという感じの流れですよね。いやこれは、うん、やっぱ前から伝えているように大きな上昇トレンドの中の調整波なので、
そこまで気にすることはないのかなっていう感じですね。はい。ですので、このあたりでまた、買い増しをね、できた方、本当におめでとうございますという感じですかね。もうそれだけでも十分、利益が取れているわけですし、テスラ社がここまで落ちたときに、何兆円の損害が出ているとかね、そのメディアが面白くおかしく捉えて、ね、発表してましたけれども、今どうでしょうかっていう感じですよね。はい、ということなので、先をね、見据える、目っていうのは非常に大事ですし、そのチャートを、その知ってるっていうか、そのチャートの性質を知るだけでも、何ですかね、短期トレードじゃなくても長期的な視点でいろんな物事が見えてくるのかなと思いますね。はい。さあ、それではまた、何か情報があればね、取っていきたいと思うんですけれども、YouTube のね、コンサルを受けたい方ですね、魔法の方法はありません。ただ実直にですね、やっていけばですね、必ず目標には到達できるっていうふうに僕は信じております。僕はね、夏までには、自分この今見ていただいているビジネスチャンネル以外に3チャンネルを、収益化する流れで今ちょっと動いておりますし、登録者も増えてきております。そういった流れでね、ご自身の趣味とか、自分の持っているスキルとかを生かして、YouTuber としてね、資産をね、構築していきたいっていう方は、ぜひ宝トクと公式 LINE の方に連絡いただければですね、私本人が対応いたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ではまた明日以降の答え合わせをしていきたいと思うんですけどね、僕ですね、最近ビットコイン FX 全くやってなくてですね、逃しました。はい。でもいいんです、いいんです、それでいいんです。ガチホで、僕はガチホですから。でも、いずれはね、そのビットコイン FX に関してもちょっとお伝えできることがあるかなと思いますね。今本当にその為替に関しても、勉強して日々勝率を上げていっているところですのでね、またそういったところもコンサル受けたいという方にはお伝えしていきたいなと思っております。はい、では共に資産構築のために頑張ってまいりましょう。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。